はい、こんばんは、アマンスグシャオチ。A もアも U も K もないけど、木曜日ね、無事にお勤め、皆さん終えられましたでしょうかというところでね、これは愛犬のレオな、無事に、私もお勤め終えてまいりましてね、お散歩もリーちゃんから1時間ぴったり行って、そして、レオもいつもの通り、10分足らずのお散歩ね、まあ、お散歩が外回りブラッと、ね、家の前だけということでね、大した変化は今日はございませんがね、今日はねちょっとリクエストをねやらなあかんなっていうことでね、ずっとこのない頭では考えてございますけれども、ちょっと今日はだから昨日からね、兄貴がいわゆる大阪城ホールでしょね、ってところで、あのもちろん参戦はできてございませんが、だから昨日京都兄貴頑張ってくれてるっつうところでね、やっぱりこれなんか応援というかご恩返しっつうかな、やらにゃいかんと、尼崎組んだりから一発ね送らにゃいかんというところでね、そしてほんま、ジャルさんに至っては一度もね行ったことはございませんというところでね、大変申し訳ないというところでね、生きてる間にねやっぱりいかにゃいかんなというところでね、いろいろございますけれども、まあまあそのあたりで、今日はね、べしゃりも陽気あるけれども、8時の20分か20分か82分かというところでね、まあ、べしゃりもほとんどにせねばいかんないというところでね、そして今日初めてアマツヨチャンネルをご覧になってくださっている方につきましては、このチャンネル登録をねよろしくお願いしますよというところでね、いきますけれども、明日はねちょっと今日よりも時間押す、だからできたらもう土曜日の朝見るぐらいのね気持ちの方がありがたいかなっていうところでね、実は土曜日朝からほらいわゆる胃カメラでしょ、9時だから昨日明日の、21時か最終食事制限っていうのがどうしても地獄のがあるのよね、だからギリギリ行こうかと、で食べた今日食べてます、いつも食べてない前に収録ですやん、明日食べてからしよう思ってね、そしてもうすぐにやってすぐに寝ようかな思ってね起きとったら、ね、やっぱり飲み食いっつうか、考えるとまずいんですよね、要するにね、だから何もなかったかのようにしようかと、ただ中途半端な時間でね、いや7時ぐらいからやってほしいんですが、朝の9時45分だかなんかですから長いわけよ、でしかもそのあれでしょ、鼻から耳から、耳からじゃ鼻から口からやりますやんな、鼻もできんこともないんですが、うまい下手があってね、先生のドクターのよ、なんかこううまかったらスッといくんでしょうけど、そうじゃなくて、ほらこねくり回しますやん、もうこ顔こななったりしなんかしたりなんかしましてね、今日よろしいわいう感じでね、だからそのいわゆる寝ながらやるっつうやつでね、直接血管に点滴で入っていきますやんか、意識がないという中で起こされた時にはもう終わってるっていうね、でまたそれが30分か1時間、下手したら40分ぐらいか1時間近く2、3回起こされてもうボッとしてますから、要するにねよく聞くんですよ、で起きてから説明聞きますやん先生のね、いわゆるポリープ十数個でしょ、なるほど、まあもう昼前で、下手したら昼前になってるんですよ。その間も、胃の中空っぽ。ね。違う病気になるんちゃうからよ、可能性もね、十分アマチュアの場合はございましてね。ですから、ギリギリで、食事を得たいなと。まあ無駄な抵抗ではございますが、アマチュアのわがままを聞いていただいて、だから明日は
もう夜はほぼ諦めてもらうかね、奇跡的にまあ花金ですからね、土曜日ええねえという方につきましては、土曜日の間に日付変わらん間には行くと思いますがね、その頃僕はもう寝てますから、ふと、まあ、寝てますって意識あると思うけどね。そして、万が一朝ね、ご覧になる方につきましては、その頃にはもう眠らされてる可能性もございますね大変なことに今日だから予定変更して、これ姉貴ね、感謝の気持ちを込めてやって、そして明日はね、まあ、報告も兼ねて明日はリクエストから行こうね。明日明後日その次ぐらいまではリクエストでちょっとやらさせていただきますね。よろしくお願いします。いきますよ。何分やろ、66かね、6分というかね。いきます、よろしくお願いします。これね、こういこうか、よろしくお願いします。頑張ろうね、兄貴に感謝の気持ちを込めて。
っていく。ああ幸せのトップへ俺舌を出して上がってる。もんじゃい。ああ幸せのトップへ幸せのトップへ ほら舌を出して上がってれ。うっぽ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 けど、なんとかかんとかやったよ、兄貴の感謝込めてやった、おまけ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 歯がちょ指痛いからね、ちょっと待ってな。暑い、汗かいた、今日も暑かったね。そうだよ。俺にとって鹿児島はいつも泣いてた。弱で不親切で邪険な街だった。親父とおふくろは泥にまみれ、銭を羨み、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。ごごと不安が立ち上る隅かを、凍える風が暮らしをすり抜けていた。雨どいを伝う雫を見るのがたまらなく嫌だった。逃げ出したくて思いをかきむしるだけだった。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。月を動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。
はい、おぎにあげど、今日はここまで。ご苦労さん。明日もね、明日ちょいだから遅くなるかもだけれども、まだまだ明日もよろしくお願いしますね。最悪は土曜日の朝、聞いてやってくださいというところでね、お気に入りありがとう、バイバイ、ありがとうね、いい夢見てね、おやすみ、明日も頑張っていきましょうね、よろしく。りーちゃんは後ろで寝てるし、レオは横で、なんやろ、床鼻でクン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 してますね。レオで、レオ、レオ、レオ、来へん。オビーありがとう、バイバイ、ロックロール、またね、明日、よろしく。